はいどうもこんにちは、旅行顔です。今回は視聴者リクエスト構成ということで、爆音ドクターですね。最もまあドクターで有名な、まあ、構成じゃないですかね。まあドクターの構成といえばこの爆音ドクターって言っても過言ではないんじゃないかなっていうぐらいまあ有名な、構成でございます。さあ、私横顔ドクターはねめちゃくちゃ下手くそです。なのであまり参考になるかちょっと怪しいところがあるんですが、頑張っていきたいと思います。でまあ爆音ドクターはね、まあもう皆さんね多分ご存知の方が多いんじゃないかなと思うんですが、これは脅威範囲を広げて、まあスキルチェックを難しくして発電機も全然回させませんよっていう、まあざっくり言うたらそんな感じの構成です。ほんまにざっくり言うたらね。はい。でまあパークの説明をまあ出しておこうかなと思います。まあ不安の元凶、苦悶の根源、オーバーチャージャーね、まあこれが多分最もオーソドックスな、構成だと思います。はい、ゴールかな。お、逃げ足早いね。そしたらオーバーチャージをしっかり蹴り込んで、バコンと。よし。これね、でもね、僕思うんですけどね、爆音ドクターね、今でも現役で十分強いと思います。あれ？足音消えたな。足音じゃ、足跡消えたね。いました、いました。この人ちょっとドクターに慣れてへん感じがするな。ちょっとオーバー、オブセッションがいないんでね、ストライクないことが分かってるんで、ちょっとまあ大人げない感じにはなってるんですが、どうしようかな。ちょっとまだ余裕あるんで、もし行けそうでも一回泳がしてもいいかな。死んじゃいましたね。ちょっとそれは予想外やな。とりあえず強気度上げたいね。あそこで止まっちゃうとね、もうどうしようもないですね。さあ、まあマップがマップなんで、正直かなりのまあ有利な状況を作ってます。ホーキンスで爆音ドクターやってるんで、まあ多分知ってる方はねもう分かるかなと思うんですが、かなりドクターはまあ有利ですね。はい。ただまあどうでしょうか。まあ昨今やっぱり発電目の前おるやん。お、やっぱ発電機が早い状況ですから、正直その何でしょうか、簡単に勝てるというわけではないんですね。もちろんビリビリして、はい、よし、ダウンだけ取っとこっか。この子ビリビリして、はい、おギリギリ入ったね。さあ2回上がりましたね。1人ここ、何を潜んだね1人は。よし、逃げていったん見えたんで、この子つきましょうか。ガラガラーって言うとったで今。よし、さあしっかりオーバーチャージを蹴り込もう。サバイバー相当やりにくいと思いますよこれは。
人もうなんかダウンしちゃいましたね。さあこっからもうなぶり殺すような状況なんで、しっかりと、はい、ということで、今回はちょっと早すぎるなこれ。はい、ということでまさかのマップ指定せずにやったらまたホーキンスになっちゃいました。ということでちょっと1試合目あまりにも開けなかったんでね、ちょっとマジか、なんで2回連続ホーキンスなんねん。ちょっともう1試合やっていこうかなと思います。ちょっとマジか、すげえ動揺してます。まさか2回連続、ちょっとマジか。頑張りましょう。で使う構成はまあ先ほどと同じ、爆音ドクターでございます。シェリルはスプリントバーストやね、この子は。はい、さあとりあえず追いかけましょうか。いた、倒せないので、デッドハート持ってるかな？なかったら。よし。なんで俺は2回連続、ホーキンスを引いてしまうんや。ちょっとね、屋内じゃないときは、どうなるんかなっていう絵を撮りたかったんですが、まさかの、2試合連続。ほんまかいな。ほい。あ、一人右側おるな。バーン言わせていく。まあこれはビリビリで、はい、はい、よし。でまあさっき説明ねできなかったんですけど、オーバーチャージ一応スキルチェックミスるとね、通常よりもゲージが下がりますので、まあほんまにやばい。バベチに危な。まあほんまにその発電機お邪魔構成っていうとこですね、言うならば。さあ下側に2人おるね。ここの爆音ドクターかなりややこしいと思いますよ、サバイバー側からしても。ほんま戦いにくいと思うわ。これ回しとったな、すごいな。じゃあ相手しようか、デビキン。DS 持ってそうやけどね。相手してあげよう。はい。DS 使うてもろて、第2ラウンド行こうか。頑張って逃げろ。頑張って逃げな、すぐ捕まえるぞ。またここ逃げたんか。終わりやぞそれ。いけるね。ちょっと遅かったな。あ、やってもた、もったいな。ちょっとこれは俺がやらかしましたね。ちょっとこれやってるな俺。すいません、ミスりました。ここしゃがんどるな。い、ただまだ何やろ、負けたわけではないし、正直まだまだ勝てる
構成なんで頑張りましょうか。ちょっとさっき早く終わりすぎたんで、今回はいい試合になるといいな。先倒しやね。はい、このデビキンそんな追う必要性あるんかなってとこやねんけど、これは落下硬直もあるんで。よし、よし、お、やってるね。じゃあオーバーチャージを入れると。今さっきチラッと映ったんですが、向こうで回してましたね、生存者。なのでこの辺でブラスト打ちましょうか。いました、いました。これは一発殴れるね。ちょっとシェリルの位置が悪かったんで、これはもうデビキンは助からないですね。うん、一人も回してるんで、これはデビキン格殺で、あ、抜いたか、すごいな。あ、ボルタイか。ちょっとやられたな。で、一個発電機つきそうですね。ただまあ、これはもう格殺入れちゃいましょうか。やってもた。よし、ただちょっと発電機回りそうやぞ、これ危ないぞ。俺がかなりボンなプレイをしてるんでね、怠慢プレイをかましてるんで、ちょっと危ないっすね。ういこれは追わなくていいかな。こっちから行きましょうか。いますね。はい、さあこれはそのまま追いかけましょうか。まだでもチャンスはあるかな。倒されてしまうね。これダウン取れますね、多分スバなんで。それマジか、これ食うたらでかいぞ。はい、あと一人です。いましたね。いや、一人不滅おるんか。それは厄介やな。よし、とりあえず狂気度マックスにできたんで釣りましょうか。うん、うわー、反応いいなこの人。反応めっちゃいいな。よし、ただこのわちゃわちゃ具合が楽しいですね。よし、
オッケーです、狂気度上げたらオッケーです。とりあえず全員狂気度上げとけば行動の制限をかけれるんで、とにかく全員を狂気度マックスにしましょう。オッケー。で、しっかりアイコン見ながら狂気度がちゃんと溜まってるかを確認します。これ殴れるね。で、多分油断してると思うんでダウン取りましょうか。スプバランでこの人、これちょっと近くにフックなかったらしんどいかもな。オッケー、向こう回ってまうかもな。回っちゃいましたね。はい、OK です。これゲート間に合わんかった俺の勝ちやね。これ勝ちですね。ここにおるんで、狂気度だけ上げて、これミスったな。これミスったな。これちょっとミスっちゃったな。